山寺です。今ですね、京橋に来てるんですけども、これからですね、ちょっと京橋の酒場を巡りたいと思います。なんかね、新しくね、立ち飲みができたらしいんですよね。それもね、商店街の奥の方ですわ。なんかね、この商店街ね、奥に行けば行くほどね、なんかね、ちょっとね、魅力的なね、お店がね、増えてきてます。では行ってみたいと思います。立ち飲みスタンドかな、スタンド、ゆきちゃん、なんかすごい良さそうですよ。ちょっと行ってみたいと思います。撮影許可出るかどうか分かりません。行ってきます。まずはですね、トマトサワーをいただくんですけど、こちらね299円、お店ね全部税込み価格なんですよね。結構良心的というか、この安心価格ですよね。とりあえずトマトサワーいただきます。あ、美味しい。あのライトな感覚のトマトサワーですね。でね、注文はね、燻製三種盛りっていうのを注文したんですけど、これがね、またチーズ、ベーコン、半熟卵です。もうね、こちらの方に来てますので、ちょっとお見せしますわ。それともう一つね、こちらのね、お作り、マス盛りですわ。それも299円、めちゃくちゃ安いと思いませんか。ちょっと楽しみです。料理はね、先ほども言いましたように、この燻製ですね、ベーコン、半熟卵、チーズですわ。それとね、あとね、これがね、これは399円ですね。で次にね、なんとこれちょっとすごくないですか。マスに入ったですね、お刺身ですわ。これね、4種類入ってるんですよ、カンパチにカツオにサーモンに、あとちょっと1種類何か忘れましたね忘れたけど、サンマですね。ありがとうございます。サンマということです。こちら4種類乗って299円ですよ。すごいですね。これまずはこの燻製の半熟卵からいただきますよ。めちゃくちゃこのスモークのね、チップの香りと、卵のね、クリームのなんかしっかりと味がついてね、美味しいわ。これお酒が進むやつですよ。ここはかなり穴場やと思いますわ、皆さん、びっくり。次にこのベーコンいただきます。すっごいスモークの香りがして、やっぱりね、このベーコンの脂身って美味しいですよね、これをトマトサワーで流すんです。ヘモデラですね。このスモークといえば代表的なのがこのチーズですよね。いただきます。
もうちょっと始まってんの？え、なに？なんかなんか、めっちゃ美味しい。あの口の中のね、クリーミーなチーズ、なんかね、ルカさんが味が広がって、これはうまいわ。うん。ダンギさん、なんで休んでるんですか？私の口で。量も多い。なんすよ。噛んだっけ？そう。え、噛んだっけ？噛んだっけ？あ、茹でないの？私もそら。こちらはね、マス盛りですわ。ね。これからいただこうかな。そこわさびね。いや、これちょっと辛いタイプのわさびかもしれませんよ。いきます。だって本当は向こうから来てなかったのにさ。めっちゃうまいですわ。一緒に報告してんじゃない？一緒に報告してんじゃない？こうなると焼酎が欲しくなりますんで、ちょっと焼酎に切り替えますわ。すいません、二階堂の水割りで。はい、すいません。はい、2杯目はですね、二階堂ですわ。これがまたね、安い、199円ですわ。二階堂の水割りでちょっとね、この当てと合わせたいと思います。サーモンですね。このサーモン、なかなかね、ここのわさびね、効きますよ。うん、よいしょ。油乗ってますね。うん、この油を二階堂の焼酎で流すんです。うん、うまいな。またね、このね、サーモンのね、油の乗りが良くて、なんかもう甘みがあるんですね、あの油の。うまい。これはいいですね。ここはちょっとね、穴場やと思います。皆さんよかったら来てみてください。もうね、京橋の奥の奥ですけどね、商店街ずっとまっすぐ行ってね、どこまっすぐ行くねいう感じやねんけども、またあの概要欄に貼ってますんでね、見ていただくと嬉しいですね。うん、こちらね、サンマ、サンマいただきますよね。これからの季節、サンマですよ。サンマやばい。焼酎と合いますわ。ほんまにもう最高ですわ。これは最高、ほんまに最高です。次ね、このベーコン、ベーコンとチーズとね、一緒に合わせながら食べてみましょうね。うん、このね、チーズとベーコンの燻製のね、合わせ技もね、うまい。これね、天ぷら盛り合わせなんですけども、349円ですわ。これすごくないですかね。なんかもういっぱい、ナスビン、オクラに、アボカドに、オーバーに、エビときてますよ。これはちょっと値打ちあるね。まあ塩でも食べることできるんですけど、天つゆもついてますんで、山寺はどちらかといったら天つゆ派。このね、大根おろしもね、結構ね、はい、あの乗ってますわ。これ嬉しいな、こういうの。何からいこう、オクラか、あ、オクラですね。オクラいきましょう。うわー、いただきます。うん、これ、これの、これの、あの、これって置いとくと、めちゃめちゃね、サクサク揚げたけど美味しいわ。これはええわ。うん、オクラとか嬉しいですよね。うん、うん、うまい。今度はね、せっかくね、塩がついてるので、粗塩ね、ちょっと粗塩オクラつけてありますね。オクラに、すごいね。うん、ビールの配達とかさ、いろんなとこやってるのが余ったりするから、入ってくるやん。もっと変なとこあって、天丼のあの
いいね、ナスビ。うわー、このナスビめっちゃ大きい。こんな大きいナスビ、うわ、食べ応えあるな、これ。ナスビ好きにはたまらんわ。山でもナスビ大好きなんでね。いただきますよ。延長工事になってて、あそこから宮古島線のその時に、それが昭和4年の1970年、まあ、なんかね、このね、炎の麻婆豆腐っていうメニューがね、めちゃくちゃ気になってね、ちょっとね、食べたいと思います。注文してます。こちらが炎の麻婆豆腐です。349円ですわ。うわ、やばくないですかこれ。なんか大きい麻婆、ね、大きい豆腐、麻婆っていうか大きい豆腐やねんけども、これちょっとすっごい辛いんちゃうやろか。うわ、ちょっといただきますわ。ちょっと豆腐ね、大きいんでちょっとカットしようかな。よいしょ。やけど注意やね、これ。いただきます。お帰りなさい。やっぱ後から来るやつでは、最初は普通やなと思って食べとったけど、後から来るわ。うん、うまっ、うまっ。まあですね、ゆきちゃんさんで食べ飲みしてきたけど、ここは安いわ。私ね、飲み物3杯飲んでね、いろんなもの食べましたよ。ほんで2090円、ちょっと計算間違ってないかな思うぐらいね、安かったです。ほんまにここね、あのお店の方もフレンドリーで、イケメンさんがね2人でやっておられますけども、これ、ね、超おすすめですわ。なんていうかな、確定大三元ですわ。ここのお店はね、再訪も確定大三元です、ということです。もしよろしければ山寺の YouTube チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それといつもね、私の YouTube を見ていただいている視聴者の方々、本当に感謝しております。ありがとうございます。